want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. Day to be wilder.皆さん、サッカー見てますか？どうも、エアクラーター20です。今回はフランスリーグワン30節スタッドランス対ブレストの試合、観戦に行ってまいりました。来シーズンどこでプレーするかまだわからない伊東純也をホームランスで一目見たいということで、ドイツからパリに向けてまずは9時間の夜行バスに乗り込みました。今回の動画もですね、現地映像たっぷり、試合では伊東純也多めの編集内容でお届けしますので、動画が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録でぜひ応援してください。お願いします。ということで早朝のパリに到着。ここからランスまではバスを乗り継いで2時間。およそ11時間のバス旅を終え、ようやくランスに到着しました。あとはトラムに乗り込み、スタジアムの最寄りまで10分ちょっと。さあ着きました。ここからスタジアムまでは歩いておよそ5分ほどらしいんですけども、それにしても周りめちゃくちゃ綺麗な建物ばっかですね。この辺途中通り抜けるこののどかな公園から見てください。もうスタジアムが見えてます。試合までまだ5時間もあるんですけども、これ見たらもうテンション上がってきますよね。とはいえ試合までまだまだ時間があるので、知人と合流してランスの街を少し観光したいと思います。キーパー渡しますくワンハンドキャッチ、ドライブシュート破れたり。ランスはシャンパンが有名みたいで、街中にこんな専門店がたくさんありました。そしてこちらは世界遺産に登録されているノートルダム大聖堂。こうやってどうやって紹介してますけども、僕も恥ずかしながら調べるまで知りませんでした。大聖堂の周りはこんな感じ。皆さんゆっくりと休日の時間を過ごしております。本当どこ行ってもカメラが手放せない綺麗な街なんですけども、道の真ん中とかに結構犬の糞とか落ちてるんで、皆さん下も見ながらぜひね、気をつけて行動してみてください。それでは今からツイッターでね、ここのクロワッサンすごい美味しいと教えていただいたパン屋があるので、そこに寄っていきたいと思います。はい、こ
こちらはエディス・ロワという名前が正しいんでしょうかね。大聖堂からは歩いて10分ちょっとのお店なんですけども、お昼の時間帯でもまだまだこんな行列ができている人気のパン屋です。フランス語のみでしたが、店員さんもものすごいフレンドリー。そしてこちらが例のクロワッサン、中がもちもちでバターの香りがね、口の中にいっぺんに広がるめちゃくちゃ美味しいクロワッサンでした。皆さんもランスにお越しの際はぜひ一度試してみてください。さあ、リッタ君得意のノートラップランニングボレーハンスシュート。はい、では街ブラはこのぐらいにしといてスタジアムに向かいたいと思います。さあ、スタジアム再び戻ってまいりました。こういった子供から大人まで楽しめるイベントも、伊藤のユニフォームを着てる人もたくさん見えますね。入場の前に少しだけオフィシャルショップ寄ってみましょう。このウルトラスのワンポイント結構好きです。この辺は少し古いモデルなのでしょうか、セールになって少しだけ安くなってました。結構かっこいいですよね。それではお待たせしました、このゲートから入場していきます。こちらがスタッドランスのホームスタジアム、スタッド・オーギュスト・ドローヌ。収容人数は 21,127 人となっております。非常に開放感のあるスタジアムで、こういった天気のいい日とかの観戦はね、もう本当に最高でしょうね。はい、やってまいりました今日のお席。本日はですね、 A の入場ゲートから入りまして、ブロックが1、 C 列の69番の席。そして気になるお値段なんですが、こちらなんと右サイドのこの真ん前の席でこのお値段、サッカーファンにとっては破格です。そしてノンアルコールですが、カールスバーグ試合前に1杯いただきました。さあ、ホームランスの選手たちがウォーミングアップのためにピッチ上に姿を現しました。伊東純也はいましたね。さあ、今日はどんなプレーを見せてくれるんでしょうか。反対側のサイドにはですね、日本の国旗と伊東純也と書かれた横断幕が。日本人のサポーターの方もね、たくさんこの試合参戦しております。皆さんそれぞれね、伊東純也がよく見れる席を確保して試合に備えております。
grâce à la personnalité du neuf avec le stockage de votre choix et ce gratuitement. Alors que vous souhaitez. Yeah!
いかがだったでしょうか。今回のスタジアム Vlog in ランスということで、前回ねパリ・サンジェルマンと対戦した時とはまた違って、ホームのランスサポーターの前でプレーする伊東純也、観戦することができて非常に良かったと思っております。ボールを持って前を向いて仕掛けた時にドッと湧く会場の雰囲気、期待感を肌で感じて、伊東純也すげえなって思いましたね。もし皆さんがこの動画を通して少しでも現地観戦をしているような雰囲気が味わえたのであれば非常に嬉しく思います。試合後はね、監督のウィリアム・ステルをこんだけ近くで見ることができましたし、知人がフランス料理屋だって言って入ったスペイン料理がものすごい当たりだったりと、非常に満足のランス旅でした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、試合が終わっても稲妻のごとくファンの前から車で立ち去る稲妻純也を見ながらお別れいたしましょう。エアクラーター20でした。バイバイ。